はい、こんばんは、桃太郎です。今日の晩ご飯は、肉豆腐と、焼きししゃもと、成城石井で買った網の佃煮と、ひじきの煮物、そして白米と、温かい緑茶です。今日は前の動画でも話した通り、アクリートが、S 高を2回ぐらいキャッチしまして、私の差し値が約定しました。まあ、結果として受け止めて、これからまた、上昇するのであれば、もしかしたらもう一度入るかもしれないし、別の株とか、コモディティの方に売った資金を移動させるかもしれません。今夜の9時15分で、今日もね、あともう1時間ぐらいでアメリカの市場は開くんですけれども、今は資金がないのと、売却するつもりもないので、今日のアメリカ市場は株価を特にチェックせずに、今日の自分の保有しているものとか、新しく投資する銘柄の分析に時間を当てたいと思います。ちなみに夕方はものすごく強烈な眠気に襲われて、気を失ったようにベッドで寝ていました。夕飯ができたよということで、強制的に目が覚めたんですけども、やっぱりまだ眠気が残っていて、眠気がちょっと強いので、薬のせいなのか、疲れのせいなのか。まあ、疲れといっても、板にずっと張り付いてたり、パソコンをずっと見てたっていうことも今日はないので、なぜこんなに眠いのかが自分でもわかりませんが、まあ、そういった症状があることは、昨日の診察でも先生にお話はしてあるので、まあ一つ、まあ分かってくれてる方がいるっていうことで安心感はあります。ただ眠いので、今日の夜ちゃんと、銘柄分析やチャート分析ができるかどうかが心配です。パソコンチェアは昨日注文したんですが、もう今日すでに発送がされたというふうに通知が来たので、到着が楽しみな状況です。